レニー・ロブレドは、フィリピンの政治家。ロドリゴ・ドゥテルテ政権にて14代目、フィリピン共和国副大統領を務めている。1964年4月23日に、ルソン島南部のビコル半島に位置する、長に誕生する。ジェシー・ロブレド元自治大臣の妻であったが、2012年6月に、ジェシーが飛行機事故で死亡して以降、ビコル地方のカマリネス・スール州の会議員になった。 夫のジェシー・ロブレドと同様、レニ・ロブレドは汚職、不正の追放と貧困問題の解決に真摯に取り組んできたことで定評がある。彼女はフィリピン大学卒業後、子育てをしながら司法試験の勉強をし、試験に合格して弁護士になってからは貧困層の人々の法律相談をしていた。2016年フィリピン大統領選挙において、 ベニグの秋の賛成陣営から出馬し、ボンボンマルコスらを退け、フィリピン共和国副大統領に当選し、6月30日に就任した。しかしロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、マルコス家と長い付き合いがあったため、ロブレドとの面会はしばらく行われなかった。7月より、閣僚を急の住宅都市、開発調整委員会委員長を兼任。11月に、 フェルディナンド・マルコス元大統領の遺体をマニラ首都圏タギック市の英雄墓地に埋葬することを決定したドゥテルテ大統領に対しマルコス政権下の改憲例で苦しんだフィリピン国民を侮辱する行為だとして批判した。またドゥテルテの長方期的殺人を伴う麻薬戦争にも反対するなど両者の対立は深まっていきドゥテルテが閣議に参加しないよう発言したことを きっかけに、12月5日に、住宅都市開発調整委員長の辞表を提出。ドゥテルテもこれを受理したが、副大統領職には止まった。ありがとうございます。